フォーマ N900i は NEC によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。N900i は曲線を中心に構成された折りたたみ式端末で大きさは同時発表された5種のフォーマ 900i 端末のうち最もコンパクトなものである。カラーバリエーションはオレンジ、シルバー、ブラックの3種類。 端末を開いた状態で側面から見ると、緩やかにこう描いているかのように感じられる。この特徴的なデザインフォルムはワントーを模しているとも、され、アークラインと名付けられた。以降これを踏襲した製品がいくつか開発されている。メインディスプレイには2.2インチ t f t 液晶を採用。背面には、有効画素数百万ながらも、200万画素相当の解像度を実現する。 スーパー CCD ーハニカムによる CCD デジタルカメラを搭載。接写時はレンズ周りのスイッチを切り替えることで行う。撮影者が自らを撮影する、いわゆる自分撮りをする際には0.96インチのサブディスプレイにプレビュー表示させることもできる。本体上端には赤外線通信ポートを備える。ボタン部分には カーソル追従性に改良が施されたニューロポインターを装備。文字入力システムには TQ を採用した。フォーマ 900i シリーズはアイアプリ容量が最大5 0 0イトに拡張。N900i には往年の名作ロールプレイングゲームドラゴンクエストがプリインストールされている。ありがとうございます。